風雲急を告げる死の森に現れた謎の草人。その正体は元木ノ葉隠れの忍びにして音隠れの創設者オロチマルであった。オロチマルの狙いは若く美しい内葉佐助の体。その力を測るため死の森に現れたのだった。周囲を包み込む強烈な殺気、まるで格の違う相手を前に第7班は Let's go.